はい、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。ドラマードラムインストラクターの山辺美京です。今回ですね、実はですね、この間僕のチャンネルの登録者数ですね、5000人を超えまして、これは祝5000人動画を何か作らないといけないなと思ってたんですね。前々からですね、僕の動画というのは非常にこうテクニカルなものが多かったんですけども、それにはちゃんと意味がありまして、まずは見てもらわないとね、意味がないと思って、興味を持ってもらうためにいろいろと動画を上げていたんですけども、説明もですね、最近になって増えてきましたけども、一番最初上げ始めた当初とか、とにかくやってみせるだけっていうような内容が多かったと思うんですね。それでですね、5000人を超えたら大体それをきっかけに、音楽的なものとかリズムとかそういったものをもうちょっと、理論をですね、紹介していこうかなと思ってたんですね。つまりこれまでっていうのは、非常にこう助走だったわけですけども、長えなって感じですよね。今回の、テーマですね、それを、グルーブ的なものとかリズム的なものと、あとそのテクニック的なものをつなぐものとして僕が最初に取り組んだもの、それは何かと言いますと、ダブルストロークでございます。はい、ダブルストロークの動画を作りたかったんですね。はい、日本では2つ打ちって覚えてますけども、このテクニックっていうのは非常に、奥が深いですし、一番なんていうんですかね、中級者ぐらいから、取り組む人が多いかなと思うんですけども、皆さん結構ダブルストロークができないって言って挫折する方が多いですよね。ですが、ダブルストロークっていうのを、捉えていくときに、日本でよく行われている、教え方とか習い方、そういったものっていうのにですね、非常に僕はちょっとこう、違和感がありまして、それをちょっと今回は動画にしようかなと思っております。はい、皆さんが一般的にダブルストロークに対して、思っているイメージ、そういうのがあるとしますと、よくこういったような感じじゃないでしょうか。まずこう一発打って打面から得られるリバウンドでスティックを戻し、そしてそれを手首とか指でこうやって握り込んだりして打つ、こういうようなものじゃないでしょうか。はい、僕はこれ自体はダブルストロークの一種ではあると思っていますが、これだけがダブルストロークではないと思っております。もっと正直に言いますと、この打ち方では問題があると思っております。はい、それはどういうことかというと、まずポイントを、大きく、一番大きいポイントですね、2つ言います。1つは、ダブルストロークは1種類ではない、何種類もある、これです。はい、ちょうど皆さんが音楽として、ドラムをやっていこうとするときに、良いドラマーになるためには良い音楽をいっぱい、いろんな種類をたくさん聴いた方がいいですよね。ちょうど料理でいうと、変色はダメ、やっぱできるだけいろいろ栄養を取った方がいいよっていうのと同じようなことですね。そしたら、当然いい耳が育ちますから、自分のドラミングというのを推し量る、そういったものも、非常に育つと思います。それと同じでダブルストロークもいろんなやり方を試してみるというのがとても大事です。はい、あと当然ですが、スタイル、ジャンル、そういったものとか、ドラマーによってもやり方っていうのはいっぱい、あると思います。細かく分ければキリがないですね。はい、これがまず第1番目です。そして第2番目は、叩く後の音を増やすではなく、叩く前の音を増やすということです。これを先に覚えてください。叩く前の音を増やす、それはどういうことか、まずで、禅問答みたいだなって聞こえたと思うんですけども、もうちょっと言葉の使い方を、変えるならば、着地ですね。スティックをこうやって下ろす時のこの音、この音の出た瞬間を着地だと捉えると、この着地感のあるフィーリングの前を音を増やすということです。分かる人には分かるっていう説明すると、タップダンスの空中機の中で何かをやるっていうことです。例えば人間は2本足で立って着地をしていますよね。今僕は座っていますけど、それでもやっぱり足っていうのをこうやって浮かせておくと不安定ですよね。ですから着地っていうのはある種安定したポイントなんですけども、この前を増やすダブルストロークっていうのがあるんですね。その感覚、フィーリング、を理解すると、わざわざ2打目にアクセントをつけて練習しなさいだとか、指をしっかり開いて指を、素早く、リバウンドをつかんで叩きなさいとか、
そういったことっていうのがですね、非常に考えすぎな感じになってくるんですね。より何も考えずにダブルストロークっていうのを打てるようにしていくには、どっちかっていうとこうやってやっていく動作を早くするんではなく、着地前を増やす感覚でやっていくといいと思います。これはなかなか動画ではですね、説明がないまんま見ていると違いが分かりにくいと思います。はい、これが叩く後の音を増やす感じ。次に叩く前を増やす感じ、はい、どうでしょう。動画ではなかなか伝わりにくいんですけども、これの内容をちょっと説明していきますと、まず一般的に叩いてっていう説明から入るところに問題があるんですね。そうではなく、できるだけ重みが下に下がった状態ですね、フラットになった状態から上に向かって手を叩くようにフッと上げるわけです。フッと、はい、そうすると手の中でスティックに対してまた押していこうという力が自然と働きます。はい、パッとパッと上げます。はい、そうすると手にスティックが跳ね返るような感じでこっちに向かうわけです。多少当たった後に指でフォローをしていることがありますけれども、これは意図的にやっているというより体の自然な反応ですね。スティックから生じるリバウンドで指が少し押し広げられるといった感じです。意図的に自分で指を開いているわけではありません。なので、見ていると分かると思うんですけれども、指をほとんど使ってないダブルストロークになってますね。これまでダブルストロークの解説動画っていうのはそれこそ無数にあったわけですけども、どちらかというと打ち方そのものをただ説明することに終始していて、ダイナミクスとかタイミングなどのコントロールですね、タッチなども含めたコントロール、そういったものに主眼を置いたダブルストロークの解説動画っていうのはあまりなかったんじゃないかなと思います。あと、打ち方をですね、2つのタイプに分けるとすると、僕の中ではこういった2つのタイプの分け方があります。先端から手首側へ行くタイプ、それと手首側から先端へ行くタイプとあります。僕が前ですね、アップダウンの解説動画を作りましたけども、それにも出てくる動きなんですが、やはり手首の部分ですね、手根部と言いますけど、それと指側の部分ですね、これをうまく使った動きっていうのはとても、パーカッショニストは多用するんですね。ドラマだけがスティックを使ってしまって、そこが見えにくくなってるんじゃないかなと僕は思っています。例えばコンガの奏法のダブルストロークではこのようなものがあります。ヒールトゥー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 、もう一つは、そうですね、フレームドラムとかそういったものにはこういったダブルストロークのやり方もあるんですけど、指先から手首側へ、このような種類があると思って